正直、リンドアの成績は平凡すぎる。MLB アナリストの古内義明氏56が4日、日本テレビ系情報番組デイデイに出演。2年連続3度目の MVP 受賞が確実視されるドジャース、大谷翔平投手30の MVP レースについて言及した。古内氏は、今季大リーグ史上初の 50-50 を達成するなど、打率3割1分、54本塁打、130打点、59盗塁を記録した大谷が MVP を獲得するかについては、ドジャースでの背番号17にちなんで 170% と受賞は確実と断言。その上で焦点は満票か否かとした。大リーグの MVP は全米野球記者協会の記者によって投票される仕組みを紹介。60人の記者が投票するんですよ。1位から10位まで投票するんですが、誰か一人でも大谷選手を2位に投票すると満票にならない、と説明した。古内氏は、大谷選手は過去2回、満票で MVP を取っています。満票で2度目は史上初です。3回目になると前人未到の記録を作る。と今回満票で MVP を受賞すれば、どれだけの偉業になるかを解説した。過去に DH 専任の選手が MVP を受賞した過去がないことも紹介。ライバルは打率2割7分3厘、33本塁打、91打点、29盗塁と打撃成績では大谷に劣るものの、遊撃の守備貢献度も評価されているメッツのリンドアと予想した。ニューヨークのメディアは、リンドアは2時間半の試合のうち、守備もしているので1時間以上試合に出ている。大谷は打つだけ、走るだけなのでプレー時間は15分程度だと。どっちが年間を通して試合に出ているのか。守備をしない選手にこの賞を与えてもいいのかという議論もある。と現地の反対意見も伝えた。その上で、古内氏は、リンドアは一番のライバルですけど、僕の中では圧倒的に大谷選手だと思っている。リンドアの守備の貢献度も大きい。そこに議論が集中していますと解説した。さて、米メディアのライブ配信でゲストとして出演した MLB のレジェンド監督、ジョー・トーリ氏は大谷翔平選手の3年連続満票 MVP の可能性について本音で語りました。大谷翔平が3年連続で満票 MVP を受賞する可能性について考えると、私は感動せずにはいられません。野球界には多くの偉大な選手がいますが、彼のように多彩であり、しかも圧倒的なパフォーマンスを見せ続ける選手はこれまで見たことがありません。通常、満票で MVP を取るのは一度でも難しいことです。それを連続で達成するとなると、まさに歴史的な快挙と言えるでしょう。ましてや3年連続でとなれば、それはただの偉業ではなく、神話的な領域に入るものだと思います。特に今年の彼のプレーオフとワールドシリーズでの活躍は、これ以上ないインパクトを与えたと言っても過言ではないでしょう。肩の怪我を負いながらも出場し、チームを勝利へと導く姿勢には、私も改めて感銘を受けました。昔、私はヤンキースでの指揮を通じて多くの名選手を見てきましたが、大谷のようにプレッシャーの中で力を発揮し続ける選手は本当に稀です。彼の強い意志と野球に対する真摯な姿勢が、ファンやチームメイト、そして対戦相手にまで深い敬意を抱かせています。また、ライバルのリンドアも素晴らしい選手で、彼の技術とリーダーシップは評価に値しますが、やはり大谷の存在感は別格です。リンドアが打撃と守備で確実な結果を残していることは間違いありませんが、大谷のように投打で試合に影響を与えることができる選手は、今のメジャーリーグにはいない。私はその意味で、彼が今年も満票で MVP を取る価値が十分にあると感じています。満票での受賞は、野球界全体が彼の偉大さを認めている証拠です。そして、それが3年連続となれば、さらに彼の名が不滅の存在として刻まれるでしょう。大谷翔平という選手は、私たちに新たな野球の可能性を見せてくれるだけでなく、後の世代に大きなインスピレーションを与える存在です。彼の成績だけでなく、その一貫した姿勢、そしてチームを勝利へと導くリーダーシップが評価されるべきです。さらに、ヤンキースの OB であるデレク・ジーター氏は、大谷選手の MVP 受賞は妥当だと評価し、ワールドシリーズでのジャッジ選手のパフォーマンスについて、叱咤激励の言葉を送りました。
今年の MVP 争いについて語る上で、大谷翔平のパフォーマンスが議論の中心にあるのは当然だ。彼はナショナルリーグに移籍してもなお、その存在感は衰えるどころか、さらに際立っている。確かに、彼は指名打者として試合に出場しているため、守備にはついていない。しかし、それにもかかわらず、彼が残した数字は圧倒的だ。打撃成績、特に本塁打数、打点、盗塁、そして出塁率に至るまで、どれをとっても他の選手を大きく引き離している。これほどのパフォーマンスを見せる指名打者は、これまでにもほとんどいなかったと言えるだろう。大谷が MVP を受賞する価値があるのは、間違いないと思う。投打の二刀流が話題になりがちだが、今年は主に打者としての貢献でチームを優勝に導いた。彼の成績は、守備につかずとも打撃のみでチームにこれだけのインパクトを与えられることを証明している。私は長年、守備も含めて野球は総合力だと信じてきたが、大谷の場合、彼のバット一本でチームを引っ張り、プレーオフでもそしてワールドシリーズでもその力を見せつけた。怪我を抱えながらも打席に立つことで、チームメイトやファンに勝利への執念を示した彼こそが MVP にふさわしいと思う。一方で、ヤンキースのアーロン・ジャッジには少し厳しいことを言わせてもらいたい。彼もまた今シーズン、素晴らしい成績を残し、ヤンキースを引っ張ってきた選手だ。しかし、今年のワールドシリーズでは落球ミスに加え、バッティングでも不調が続き、期待されたリーダーとしての役割を果たしきれなかった。ヤンキースというチームは、特に大事な場面でのパフォーマンスが求められる場所だ。ワールドシリーズでのミスは誰にでも起こり得るが、そこから立ち直り、再びチームを鼓舞する姿勢が本当のリーダーシップだと思う。しかし、ジャッジはその場面で光を放つことができなかった。それが今、ヤンキースファンの間でも失望の声が聞かれる理由だと思う。対照的に、大谷は指名打者としての限られた役割の中でも、チームへの貢献度を最大限に発揮し、ドジャースを優勝に導いた。指名打者というポジションの特性上、守備での貢献はないが、彼がバットを握るだけで、試合の流れが変わる。そうした圧倒的な存在感を放つことができる選手こそ、MVP にふさわしいと私は感じる。彼の打撃成績はリーグ内で突出しており、その数字が MVP として評価されるに十分な理由だ。私はヤンキースの OB として、ジャッジにも来シーズン、この悔しさを糧にして再びチームの中心として、ヤンキースを引っ張っていってほしいと願っている。しかし、今年の MVP は誰にふさわしいかと問われれば、怪我を押してでもドジャースを勝利に導いた大谷翔平であることに異論はない。彼のような選手が、MLB の新たな基準を示し、後に続く選手たちに大きなインスピレーションを与えていることは間違いないだろう。また、通算703本塁打を放ち、エンゼルス時代、大谷選手の兄貴的存在だったアルバート・プホルス氏も、大谷選手の MVP 論争について言及しました。大谷翔平が MVP の最有力候補として評価されているのは当然だと思うが、それでも彼に懐疑的な意見を持つアナリストたちがいることには驚きだ。まだそんなことを言ってるのか、と言いたいよ。彼の成績を見れば、数字が全てを物語っている。ナショナルリーグでも圧倒的な成績を残し、怪我を抱えながらもドジャースをワールドシリーズ優勝に導いた。彼がこのリーグに登場して以来、どれだけのインパクトを与えたかは明白だ。それなのに、未だに彼が MVP にふさわしいか疑問視する意見があるなんて、正直言って理解できないよ。リンドーアも素晴らしい選手だが、打撃成績を比較した時の差はあまりにも大きすぎる。リンドーアの打撃成績ももちろん評価に値するものだが、翔平のバットが生み出した結果と比べると、その差は一目瞭然だ。彼の本塁打数、打点、出塁率、OPS、すべての数字が際立っている。MVP の議論をする際、やはり選手がチームにもたらす影響と、その圧倒的なパフォーマンスが求められるべきだと思う。リンドーアが優れたプレイヤーであることには間違いないが、翔平の打撃成績を前にすると、正直リンドーアの成績は平凡すぎる。さらに、彼のような選手が今後再び現れるかどうかもわからないという点も見逃せない。翔平は投打の両方でインパクトを与える数少ない選手だが、今シーズンは打撃に専念し、
怪我を抱えながらもチームに貢献し続けた。彼がワールドシリーズの大舞台でもその情熱と覚悟を持ってプレーし続けたことは、プロフェッショナルとしての姿勢そのものだ。私は長年野球に携わってきたが、彼ほどの才能と努力を兼ね備えた選手は本当に稀だし、MVP に選ばれるのは当然のことだと思う。だからこそ、彼の MVP 受賞に懐疑的なアナリストたちには失望を禁じ得ない。彼らは本当に彼の成績を見ているのか、指名打者だからといって、彼がチームに与えた影響を無視するなんて、それはあまりに浅はかな考えだ。守備についているかどうかよりも、いかにチームに貢献したかが MVP にふさわしいかどうかの真の基準であるべきだろう。翔平が守備につかずとも、彼の打撃が試合を変え、チームの士気を高めた。その点で彼が最も MVP に値する選手であることは疑う余地がない。私たちはエンゼルスで共に戦った仲間であり、翔平の努力や情熱を間近で見てきたからこそ、彼の MVP 受賞は本当に感慨深いものがある。彼はただの才能ある選手ではなく、彼のパフォーマンスは全て努力の結晶だ。ナショナルリーグに移籍しても、その努力を惜しまない姿勢は変わらず、むしろその覚悟がますます強くなっているように思える。アナリストたちがどう言おうと、彼の成績が MVP にふさわしいことは誰も否定できない。彼こそが MVP であり、彼のような選手がいることで野球がさらに盛り上がり、次世代の選手たちに素晴らしい影響を与えているんだ。また、通算219勝、3度のサイ・ヤング賞を受賞した伝説右腕、ペドロ・マルチネス氏は、MVP 論争に対して、一石を投じる発言をしました。大谷翔平が MVP の候補として議論の中心にいることは、私にとっても喜ばしいことだ。彼の成績とチームへの貢献を見れば、彼こそが MVP にふさわしいことは明らかだ。彼のような選手は歴史的な存在だと言っても過言ではないし、その圧倒的な打撃成績は他の誰とも比較できないほどだ。しかし、それでも指名打者であることに疑問を持つアナリストがいると聞いて、私は少し苛立ちを感じている。この話をするたびに、私はデビッド・オルティズを思い出さずにはいられない。私たちはレッドソックスで共に戦い、彼もまた指名打者として数々の歴史的な場面を作ってきた。彼の打撃はいつも素晴らしく、特にプレッシャーのかかる場面での勝負強さはチームにとって計り知れない価値があった。彼が MVP 候補として議論されることも何度もあったが、指名打者というポジションのために結局その栄誉を逃した。それがどれだけ悔しかったか、私も彼の仲間としてよく知っている。それでも、大谷翔平にはその壁を乗り越えてほしいと心から願っている。彼がリンドーアをはじめとする他の選手たちと比べても、打撃成績で頭一つ抜け出していることは誰の目にも明らかだ。出塁率、本塁打、打点、盗塁、その全てがリーグトップクラスであり、これだけの成績を残した選手が MVP でないとしたら、それは野球に対する不公平だと思う。リンドーアも確かに優れた選手だが、彼の成績と比較すれば、翔平の数字がいかに際立っているかがよくわかる。さらに、翔平はただの打者ではない。彼は投打の二刀流で野球界を変えた革命的な選手だ。今シーズンは投手としての役割を担っていないが、それでも打撃だけでドジャースを優勝に導いた。彼が指名打者として怪我を抱えながらもチームに貢献する姿は、まさにリーダーの姿そのものだ。私は彼のような選手が MVP にふさわしいと思うし、オルティズもまた、翔平の活躍を喜んでいるはずだ。オルティズが指名打者でありながら、MVP 級のパフォーマンスを発揮しても評価されなかったことは、私たちレッドソックスの仲間としても無念だった。だが、時代が変わり、翔平のような選手が再び登場したことで、指名打者にも MVP のチャンスがあることを証明してほしい。もし翔平が MVP を受賞すれば、それはオルティズのように指名打者として野球に尽くしてきた選手たちにも大きな意味を持つだろう。だから、彼の MVP に懐疑的なアナリストには一言言いたい。彼が守備につかないからといって、その貢献を軽視するのは間違っている。オルティズが残してくれたもの、大谷が今成し遂げているもの、それらが指名打者の新たな基準を作っているんだ。翔平の MVP 受賞は、彼自身の努力だけでなく、指名打者の価値を見直すきっかけにもなるはずだ。私は彼の MVP 受賞を心から期待しているし、
それが実現すれば野球の歴史に新たなページが刻まれることになるだろう。皆さんは MLB のレジェンドたちの熱いメッセージについてどのように感じましたか？ぜひ感想のコメントをいただけると幸いです。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。